オレゴンシティは、アメリカ合衆国オレゴン州クラカマス郡に位置する都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査での人口は 31,859 人だった。オレゴンシティは、ロッキー山脈の西では、最初に法人化された都市である。市のモットーは、アーブス・シビタタス・ナストリ・プリマイメター、すなわち、我が州の最初の町かつマザータウンであり、市章にも表示されている。1920年頃のメインストリートオレゴンシティは、近年でこそ、ウィラメットバレーにおける大型製紙工場がいくつかある場所として知られているが、オレゴンカントリーの初期には重要な役割を果たした。1829年に、ハドソン湾会社のジョン・マクローリンが設立した。クラカマス川がウィラメット川に合流する地点に近く、ウィラメット滝の水力を生かして製材所が作られた。1840年代と1850年代には、オレゴントレイルを通って旅してきた者たちがその道の終端として土地の権利を申請するための目的地になっていた。この町が1844年に法人化された後、1848年にオレゴン準州が設立されてから1851年まで準州の州都になっていた。当時は地域での優先順位をポートランド市と競っていた。1846年に発刊された新聞、オレゴンスペクテーターは、ロッキー山脈の西では最初に発行された新聞だった。市の中心部は、市の設立当初からの家屋や建物を保存。マクローリンの家オレゴンシティは、北緯45度21分26秒西経122度36分26秒、北緯 45.35722 度西経 122.60722 度 45.35722-122.60722 に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は 8.4 平方マイル。このうち陸地は 8.1 平方マイル、水域は 0.2 平方マイルで、水域率は 2.52% である。市内の主要水路として、市の北西部を流れるウィラメット川と、市の北で、これに合流するクラカマス川がある。ウィラメット川は、オレゴンシティとウェストリンとの市境になっている。クラカマス川は、オレゴンシティとグラッドストーンとの市境になっている。ウィラメット川の支流として、アバーネシークリークとシンガークリークがある。ニューウェルクリークは、アバーネシークリークの支流であり、市の東部市境にある渓谷を流れている。ウェストリンにあるウィラメット滝閘門は、アメリカ合衆国でも最初の多段式閘門であり、現在でも使われているが、国立歴史史跡になっている。アメリカ合衆国で、最初の長距離送電は、オレゴンシティで発電された電力を14マイル離れたポートランドに送ったものだった。1850年から1852年頃のオレゴンシティはアッパー地域とローワー地域に分かれている。ローワー地域はウィラメット川の岸にあり、アッパー地域はコロンビア川台地の玄武岩で構成される崖の上にある。長年、インディアン道が2つの地域をつないでいたが、19世紀に階段が作られた。1915年に水力を利用したオレゴンシティ市営エレベーターが建設されて2つの地域がつながれ、1920年代には電力に転換された。1952年にはできるだけ簡素で装飾なしという仕様で新しい電動エレベーターが建設された。オレゴンシティには公式の地区協会が代表する地区がいくつかある。さらにオレゴンシティ中心街はアバーネシーグリーンに沿って州間高速道路205号線の北の部分を含んでいるが、地区境界はない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オレゴンシティは設立以来その経済は林業に大きく依存してきたが、1980年代に太平洋岸北西部の林業が衰退を始めた。その最盛期には、市内と周辺の町でいくつかの製材所が創業していたが、現在は製紙工場一つを除いて閉鎖された。現在では著名ハイテク産業や軽工業関連の企業がいくつかある。その中には高級刃物の製造者ベンチメイドがある。クロームシステムズ社が設立されていたが、拠点を近くのポートランドに移した。北西部で事業を展開している保険ブローカー業の大手、メドリスク LLC がオレゴンシティに本社を置いている。2006年にアンダーソン・ベンディングがオレゴンシティを新しい本社所在地に選んだ。オレゴンシティと周辺の町いくつかの公共教育はオレゴンシティ教育。この学区には小学校10校、中学校2校、伝統的4年生、高校1校及びオルターナティブ中等学校1校が入っている。学区内のいくつかの学校は英語とスペイン語のバイリンガル教育を行っている。オレゴンシティ高校は州内でも3番目に生徒数の多い高校であり、1990年代に女子バスケットボールで3年連続してUSA Todayの全国選手権を制覇した。市内にはクラカマスコミュニティカレッジ、多くの私立学校や宗教系学校及びクラカマス郡図書館情報ネットワークに属する公共図書館がある。オレゴンシティには多くの歴史的な建物が保存されており、例えば、ジョージア町家屋であるジョン・マクローリンの家がある。クラカマス郡最古の家屋であるアーマティンガーの家は1845年頃のものである。スティーブンス・クローフォード博物館は1908年建築のものであり、15室の部屋には当時の装飾が残されている。この建物は1968年まで家屋として使われていた。その他の博物館としては、オレゴン準州博物館や、当時の服装で生きた歴史のガイドがいる、オレゴントレイル集団解説センターがある。オレゴン準州博物館に入っている、クラカマス郡歴史協会記録保管所には、サンフランシスコ市に登録した区画図が保管されている。クラカマスヘリテージパートナーズが、スティーブンス・クローフォード博物館を含めこれらの博物館を所有し、運営している。2009年、クラカマスヘリテージパートナーズはこれら博物館の公開を維持できないと発表した。オレゴントレイル集団解説センターは9月に無期限で閉館され、スティーブンス・クローフォード博物館とオレゴン準州博物館はボランティアがスタッフを務めているので、期間を限定して運営されることになっている。オレゴンシティには22カ所の市民公園があり、将来的に増加する計画がある。市内最大の公園は、クラカマス公園であり、クラカマス川とウィラメット川の合流点近くにある。公園内の施設としては、RV キャンプ場、ボートの浸水施設とドック、スケートボード公園など、レクリエーション用の設備がある。年間を通じていくつかの土地の祭りが開催されている。その他大きな公園としては、ジャピン、ヒレンデール、リバークレスト及び新しいウェズレイリン公園がある。市営エレベーター州間高速道路205号線が市の北縁を通っており、市内を通る唯一の高速道路になっている。さらに州道43号線、道99号線東、道213号線が市内を通るか州端になっている。43号線と99号線東は市の中心街を通り、213号線は市内南部を通っている。ユニオンパシフィック鉄道が市内を通っており、市のすぐ西にあるブルーヘロン製紙工場につながっている。またアムトラックの駅もあり、ポートランドとユージーンを結ぶ列車、アムトラックカスケーズが1日に往復している。市内には公共空港がない。小さな施設飛行場が市の南部、ビーバークリーク道路沿いにある。旅客便を利用する場合、ウィラメット川は、小艇ならば航行が可能であり、釣りやレクリエーション用のボートが産業として盛んである。ウィラメット滝ロックでは、滝の周りを航行できる。クラカマス川は最下部を除いて航行できない。オレゴンシティは、ポートランド大都市圏の一部として、地域交通公社であるトリメットがバス路線を運行している。1958年までは現在では廃業したポートランドトラクション社が都市間電気鉄道を運行し、オレゴンシティとポートランドとを結んでいた。その軌道の残りが現在でも一部残っている。例えば、オレゴン州道99号線が吾妻橋のすぐ東にあるクラカマス川に架かる橋などである。今日、オレゴンシティは夏季に主に観光目的で歴史的電気鉄道を運行しているが、車体は実際の電気鉄道のものではなく、電気鉄道を模造したバスになっている。トリメットを補完するために他に2つの公共機関が地域交通を担当している。南倉賀益交通地区は、地南東端の倉賀益コミュニティカレッジとモララまでの間、オレゴン州道213号線の南約18マイルの路線を運行している。キャンビー地域交通は、オレゴン州道99号線をオレゴンシティ交通センターとキャンビーの間で定期便を運行している。ウィルソンビルで運行する南メトロ地域交通がキャンビー地域交通と接続している。キャンビー地域交通にはウッドバーンに向かう路線もある。トリメットはオンデマンドサービスを運行しているが、キャンビー地域交通もそのサービス地域内を四重橋とするオレゴンシティ内限定のサービスを提供している。トリメットとキャンビー地域交通の乗り換えが必要な場合、オレゴンシティ交通センターで可能である。オレゴンシティ交通センターは中心街の北東端11番通りとメインストリート角にある。オレゴン準州知事オレゴンシティは1851年までオレゴン、当時の知事はカキリストの通りである。その他開拓史上の著名人物立科町に立つ友好記念碑オレゴンシティは国際姉妹都市協会に指定される一組の姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。